あなたのアリ様、ゆりこ様、本日もポチッとありがとうございます。ということで皆様、家事、育児、お仕事、お疲れ様でございます。今日は、島村で、アベイルかな、島村、アベイルで、おぱんちゅうさぎのコラボがね、あったんです。ありがとうございます。こちらを開封していきながら、お話ししていけたらと思います。はい、ということで皆様、本当に家事、育児、お仕事、お疲れ様でございます。本当にいつもね、皆様の温かいコメントとか、アドバイスにすっごく救われています。特にこの間ね、寝かしつけにすっごい苦労したんですよ。ちょっとめちゃくちゃ精神的に来て、体力的にも来た時に、珍しくね、インスタのストーリーに SOS を出したんだけど、本当に数えきれないくらいの方から DM いただいて、もうね、全然本当いいね押すぐらいしかできなくて、共感ありがとうっていう、本当に救われました。なんか、なんだろうな、その時はアドバイスを求めてるわけじゃなくて、本当にね、どうしたらいいか分かんない時とか、アドバイスを求める時あるんだけど、とりあえずなんかこう、はけ口が欲しくて、私ちょっとしんどい、つらいよ、みたいなことを聞いて欲しかったっていうのがあるんですけど、それでね、すごい共感してくださったり、私も何歳に大変でした、とか、言ってくださることがね、本当に多くて、ありがたいなと思いました。でも私ちょっとインスタグラムの方、全然リスナーさんを認知してなくって、よかったね。配信とかに来ていただけたら嬉しいな。やっぱ配信でサブスクとかに入っていただけたら認知できるんですけど、なんか本当に誰かわからない人から言っていただいたので、ちょっとね、感謝の気持ちを述べたいなって思ったのが正直なところです。はい。いや、育児の何が大変なんだろうね、一番。やっぱ赤ちゃんってさ、意思疎通ができないじゃないですか。寝かしつけも大変だけど、だから寝かしつけの概念を、その何時には寝かしつけなくちゃいけない、大体赤ちゃんってさ、早く寝かせた方がいいじゃないですか、早く起きて早く寝かせてっていうのが、いいとは思うけど、ルーティーンもやっぱ狂ってくるし、もちろん親のなんか都合に合わせてもらったりとかもあるけど、本当にいっぱい遊んで体力使ったからすぐに寝るっていうわけでもないし、寝ないときは寝ない、これを自分の中でもう思っといた方がいいよね。寝ないときは寝ないし、無理に眠たくないのに寝かしつけようとするとお互いがしんどいんだなって改めてね思ったの。やっぱり私は配信とかしてるから、夜遅くにね、どうしても寝なくてってなると、いろいろ言われちゃうんじゃないかとか、心配かけちゃうんじゃないか、で寝かしつけ早く済ませてた方が、いい人っていうか、いい母親っていうふうにやっぱ思われると思うし、ってなると結構気にしちゃってる自分がいて、早く寝かしつけなきゃとかっていうのは、なんかちょっと自分にとらわれちゃってたなと思って。すごくしんどくなっちゃったから、やっぱりもう眠くなったり、こう目をこすったりとか、なんかぐずってきたなって時に寝かしつけると、やっぱお互いうまく早く寝てくれるしっていうのを、ね、改めて思ったから、そのなんか固定概念に縛られすぎるのも良くないなと思って、ナータンのことをちゃんと見て、なんか眠そうにしてんだったら寝かしつけてあげるし、逆に全然眠くないのにずっとなんか頑張って寝かしつけされてもお互いしんどいしっていうので、そういう意味でもな、ちゃんと向き合っていこうってね思いました。こうした方がいい、ああした方がいい、母乳、ただ母乳とかもね、母乳で育てるべきとか、離乳食はベビーフードじゃなくて手作りの方がいいとか、なんかそういうなんとなくこっちの方がいいんだろうなっていうのもあると思うんだけど、それが果たして自分の子供にとって、そして自分にとって正解なのかっていうのをなんかね考えました、この間。
はい、ということでこちらなんと、なんかね、羽毛なんか布団みたいな感じで掛け布団の着るバージョンみたいな感じのパンチウサギ、超長いのこれが。しかもお尻が尻尾がちゃんとついてる。可愛くないですか。ボタンもね超外しやすい。私ネイルしてるからさ、細かいボタンだとね超ねやりにくいの。いやこの冬大活躍だぞこれ。しかもさ手首がこんな絞られてる、最高。わあこれマジ最高だな。こうやってずっと配信してそう。やばくないこれ。きつい。可愛くない？これ今再販とかやってるからね、これ見て可愛いと思った人はアベイルちょっとチェックしてみてください。可愛いんだけど。次、もうねなんかこのアベイルのコラボめちゃくちゃ数が多くて、コラボの私のパンチのフォローしてるリスナーさん14万とか20万だっけなとか言ってた。全種類買ったら20万。じゃん、これはブランケットです。これねカービィのやつ持ってるんだけど、もうねモコモコが超モコモコなのブランケットので。さデザインが超可愛くて、見てこのガラケー、ガラケーって言うんだっけ、可愛くない？こういう携帯 B コムだっけ、なんかありましたよね、みんな電話するみたいな。その当時からさよくそういう電話できるなと思った。電話する友達もいないもん私。これもなんかたまごっちっぽくね、うさぎっち、パンチュッチ、可愛くないこのデザイン、マジで可愛い。バカー、悲しい。おパンチュ、これねロングだからこれからの冬とかに大活躍しそう。崩したー。23から25が結構幅広くね。そしてじゃん、アクリルスタンド、フォトスタンド、これ組み立てて写真入れられるんだ。こういうの地味に欲しかったから嬉しい。じゃーん、この四角いポーチめっちゃ可愛い。これさっきのあのブランケットと同じデザインだ。もうさこういうさ、えめっちゃすごいんだけど、やばっ、待って、超ポケットあるんだけど、やば。しかもめっちゃ開く。これは本当にベビーカーとかに入れて使いたいと思います。子供いるとさすぐになんかどこを何にしまったか、何をどこにしまったか分かんなくなっちゃうから。そしてこれは新しいジャンボックス。 I really need to go to the bathroom。私は本当に必要。 I to go to the bathroom。 バスルームに行くのが本当に必要。あ、私はトイレ、バスルームってさかトイレか。私めっちゃトイレ行きたいってこと。やばい、めっちゃトイレ行きたそう。漏れそうってことか。じゃあこれトイレに置こうかな。トイレの方に行こう。え、てかこれなんかストラップみたいなの可愛いんだけど、ついてる。そういうことね。トイレね、ちょっとトイレ近くに置きたいと思います。はい、ということで皆様本日も最後まで見てくださってありがとうございました。もう本当にねいろいろ家事育児大変だと思いますけども、一緒に頑張っていきましょう。そして本当にお子さんいるいないに限らず、もう皆さん本当にたくさんの方に見ていただけて、たくさんの方っていいのかな。ありがとうございます本当に、はい、いや本当にちょっと正直ね、もうなだんちゃんがもうすぐ1年になるんですよ。まあまだまだなんですけど、ちょっと思うことがいっぱいあって、ちょっとなかなか忙しくて動画がうまく作れないんですけど、本当に忙しい中皆さんも応援してくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またねー。